よしよし、お願いします。お願いします。あ、ヘッドホンつけてなかった。あ、お願いします。よいしょ、よいしょ。はい、お願いします。クタネと言います。よろしくお願いします。では、あそこを行きましょう。よいしょよいしょ。ちょっとちょ急に録画したから、ちょなんかあの、よいしょ。配置が気になる。 OK、 レッツゴー、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 レッツゴー。はい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 。マジ？やっちゃった。最悪。私の才能を認めなさい。最悪すぎるでしょう。やってますわ。本当にやってますわ。本当にやりすぎなんですわ。てかどれも嘘やろ。どれもやばいねんけど。まあいい、まあまあまあ、ええー。ああ、もう嫌だ。もううち嫌だ。うちもう嫌だ。うちもう嫌だよ。こんなことになるなんて。うわ、最悪。ほんまに最悪。ほんま最悪やで。いや全然違う。どんだけやってもそっちに行くねんな。ああ、もう最悪。めっちゃ最悪や。グダグダじゃー。おい、どこがすごい下りやねん。おふざけんな、どこがすごい下りなんじゃい。おい、ふざけんな。やだー。やっぱシャルのがいいな。安定感がきついな。ちょっと安定良くないな。とても良くない。とても良くない。何をしても結局のところはという結果なんですよ。はい、そうなんですよね。何をしてもね、結局のところ。嘘だ嘘だ。そんな遠い？これいっ、うっ、あ、もうスクショ取るところがない。次、あばばばば、あばばばば、お腹痛い、お腹痛いなってきた。腹痛が痛い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 。あ、痛い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 。ああもうマジで、ああもうひどい、ひどいったらあらしない。ひどいったらあらしね、ほんまに。どうしたどうした。今日はひどいぞ。今日はいつもにも増してひどい。今日マジでやばい。赤むずい。アスカむずいな。アスカというキャラがむずい。おおおお。いくらイーグルでもあれなんですよね。結局ね、あの、もう最初プラス2なんで。今のポーズにするか。まあまあまあ、とりあえずゼロに戻しました。続いてセカンドコースやっていくよ。あ、なんか角ついてる。気のせいか。
また訪れてるな。まあいっか。これどうなん？いけんの？大丈夫？変なとこいかん？あ、よかったよかった。あ、よかったよかった。安全にね。安全安全。105とかやったら最悪なんか、ピッポンポンポーンってなんか当たる可能性があったから。という意味ではよし。それでよし。それでいいんですよ。あ、結構風が強い。あ、でもいいね。まあ、悪くない悪くない悪くない。悪かね。悪かね。悪かね。次の構想行くぜ。よし、行くぜ。っていうかさ、ちょ、マジでね、最近ね、楽しいよねって。なぜかというと、阪神が勝ってるからです。それに尽きる。それに尽きるよね、マジで。マジで幸せだよね。阪神ファンならわかる。もうこの 5月、幸せだよね。すごくハッピーだよね、気持ちがね、とてもいいです。やっぱ勝つっていいね。うわ、最悪。でもこの距離の別のアイでいけんね。オッケーオッケー。よ、了解。とわっ！わあ、思った上でも行き過ぎた。もっと手前かと思ったね。ちょ、音ずれ早いな。もう音ずれてんな。早いな。意外と良かった。ちょっとやらかしたのが良かった。オッケーオッケー。あ、こっちはまだ平和。そう、平和に行こう。もう無理はしない。そしてもう、アスカでやらない。次はシャルで行きます。ここを遊ぶときは。よし。レッツゴー。わあ。いやあ、そこはまあねー。なるほどね。こんなもんじゃね。すごく下り言うてるけど、どうせそこそこのパワーで打たないとどうせ入らんねろ。おいあ、いい、あ、いいや、いいや。まあまあ頑張ったんじゃない？今の頑張ったでしょ。今のも結構綺麗に入ったから。まあ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 、ここはマイナス3でよかったから、上のところで、最初のところでしょうもないことすんなければ、バーディーイーグルで、マイナス4で、マイナス7でいけるから、これは来た。はい、ニアピンをごめんなさい。さすがにオスクロールでやらして。もう無理。うち無理っす。ちょ、オスクロールさんは堪忍してください。90でそこだから、87ぐらい。6ぐらい。いえ、レッツゴー。あ、手前でした。もっと言ってよかったんか。はい、ということで、最初のコースがね、やらかしにやらかしたんでダブルボギーでだったんですけどもね。まあまあ、それ以降はまあほどほどにやっていったんで、まあ、先ほども言いましたけど、上がね、まあ、マイナス3、4ぐらい取れれば、そのまま順調にね、いけるんじゃないか。ニアピンはまあ、オースクロールとか、あの辺で、シャルとかでね、まあ、そのクラブ全パターン持っていっとけば、まあ、いけるのかなと思うのでね、その辺でやっていきたいと思います。以上、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。ではでは、またねー。